では、えー、まずは、えー、皆様から一言ずつご挨拶いただければと思うんですけど本日初めてですねあの作品のお披露目ができるということで、えー、ご挨拶と今のお気持ちを伺えればと思います、えー、ではまずはくるりの、えー、岸田茂さん一言お願いいしますはいえー、皆さんこんばんは、えー、岸田茂と申しますよろしくお願いしまぶ <laughs> しいです。<laughs> それだけ、それだけ。はい、<laughs> 感想は、はい、とりあえず。ありがとうございます。わ <laughs> かりました。<laughs> はい、じゃあ、えー、続きまして、えー、くるりの佐藤正志さん、一言ご挨拶お願いします。はい、あ、こんばんは。佐藤と申します。えっと、あの。<laughs> まさか、の、新宿のピカデリーの。ステージ一の、こっち側に立つなんて。本当に思ってなかったので。普段、あの、ライブ。 する何倍緊張してるかわかんないんですけれども、<laughs> こんなにあのたくさんのお客さんが集まっていただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今日ねあの満席っていう風に伺ってますね。はい。えじゃ続きましてくるりのオリジナルメンバー森信幸さん一言ご挨拶お願いします。はい。オリジナルメンバーのドラムの森信幸です。<laughs> いやーすごいですね。なんか。 あのレコーディングを、ね、するっていう話はあったんですけどまさか映画を撮るっていうのでもうびっくりしてるんですけど、まあ、こういう形で無事完成してこうして披露できること本当に嬉しく思います皆さんどうもありがとうございます本当に、はい、ありがとうございます、えー、じゃあ最後に佐藤健寿監督から一言ご挨拶お願いします、はいえー、今回監督を務めさせていただきました佐藤でございますよろししくお願いします。 今日はあの先行上映ということでねあのかなりのクルリマニアの皆さんが集まっていただけたと思いますので、えー、ゆっくり楽しんでいただければと思いますよろしくお願いしますありがとうございますはいじゃあまああの上映に先立ちまして、えー、皆様にいろいろ今回の作品やアルバム制作のお話を伺っていこうと思うんですけれども、えー、まずですねあのー 作品の中でも出てきますが、伊豆スタジオの中で合宿をしながらのレコーディング風景がつづられていきますけれども、今回のドキュメンタリー作成、制作を通して、印象的だったエピソードや出来事を教えてもらえればと思うんですが、じゃあ、まず、岸田さんから伺ってよろしいですか、はい。えっと、そうですね、あの、レコーディングっていうのって、なかなかその音楽やってない人はどんなものなのかってね。 えー、なんかあまり想像できないことも多いと思うんですけども、まあ、あの具体的なことは多分映画を見ていただければ、えー、ああこんな感じかって分かっていただけると思うんですけど僕ら多分ねあのそんなに普通じゃないと思うんであのこれが普通だと思われるとちょっとあの他の皆さんとねあの一緒かどうかはわからないんですけど。あの結構ショック あのレコーディングって長時間に及ぶんで,でこのレコーディング自体もそうですねあのアルバム制作を全部映画に撮ったわけではないんですがえ計30日ぐらいですかねえとスタジオにこもってレコーディングしてるんですけどやっぱりねあの音楽がまあ一番大事っていうのはえまあ僕ら ね、やっぱミュージシャンだからやっぱそうなんですけど食事が結構やっぱ大事なんですねで食事はね一番まあ二番というよりはもう凛さで結構ね大事なんですけど、うん、まあ食事ですかねあの <laughs> 見どころというかそう,そうですねあの重要なあのエピソードといいますか自分にとってはあの伊豆ですからね やっぱ食事がなかったら伊豆ズス,スタジオにずっと折れなかったですよね。そらそ伊豆やのおともね、<や>も楽しめたからこそ楽しく一月期間折れた、ねああほんまに。ほんまにそうです。はい、あの食べも大事ですね。うん、はい。すいませんなんかそんで、ね。いや,いや全然あの映画の中でもね、こういうなんかこう一つの机を囲んでというようなシーンが出てくるのでそのあたりも楽しみにしていただければと思いますが。えじゃあ続きまして、えー、佐藤さんからも伺ってよろしいですか。 やっぱりあの毎日のようにレコーディングを10時ぐらいとかに終わってから自分たちも結構若いなと思うんですけど時、時までで毎日飲むんですよねで次の日の朝はだいたい二日酔いで始めるんですけどその前にやっぱり食事があるんですよ。ややっぱ食事事は大事やなというのは引き続きそうなんですけれどもやっぱね映画の映像には入ってない中で本当最後の最後ここでレコーディングが すべて乾ケできたっていうぐらいのタイミングでみんなで七輪で草屋を焼いて草屋をみんなで食べるパーティーをしました非常に心に残ってます <laughs> まありがとうございます、ね、うまかった草屋、ね、これはあの今から森さんにお伺いするんですけどまた食事エピソードになるのかちょっと気になるところではありますが森さんもよろしいでしょうか、はい そうですね、まあ、食事と言いますと結構、イレギュラーな食事の時とかもあったりとかしてそういう時はこうマネージャーさんが、ね、料理作ってくれたりとかあとエンジニアさんが作るカレーが最高に美味しかったりとかそんなこともありました。なんか、はい、<laughs> <laughs> ななんかはいい俺のせせですいません <laughs> <laughs> そういったあの美味しいご飯を食べて感覚は道しるべができていったという感じでございますけれどもあのまた続いてご質問させていただければと思いますがあのこれは岸田さん、佐藤さん、森さんにあの3人でアルバム制作をされていく中でまあ例えばくるりらしさであったりとかくるりの原点であるとかそういったものはどういうところにあると思われましたかこれもじゃあ岸田さんから伺ってよろしいですかはいえー難しい質問ですねえっとね。 原点その本当の本当の原点で言うとそのくるりって組んだ時もう一人ぐらいいたような気がしたんですよね先輩のギタリストがいたなと <laughs> 話ややこしくなるからねでもねあの、まあ、この3人で、えーっとまあ、3人それぞれその大学のサークルでそのいろんなバンドやってたんですよねそれぞれ。もっくんとか 多分5つ6つぐらいねけ持ちしてたし、はい、佐藤さんもね「なんかママスタジオ」っていうバンドでベース弾いてたなとか、まあ、そういうのもあるんですけどこの3人でえー、っと別のボーカルの人と一緒にねバンドを昔やっててでそれがまあなんとなく解散というか自然消滅してでこのバンドをまあちょっとそのこの3人でちょっとなんかスタジオ入った時に僕多分生まれて初めて その音楽の授業以外で歌ったんですよね。うん、あカラオケは行っったたことあったけどねでその時に「あーこあーこれや!」みたいな感じっていうのはまあありましてでその時も曲なんてなかったんですよ。曲なかったけどなんかギターギャーってやってギョエーってやってたんですけどこれやーって思ってで「あそれでもええねんな」みたいな。 気持ちにまあなったことがあって。で、まあ。ね、もう僕らも四十、ね、四十代後半ですから。今、ぎょえって言ってても、まあ、仕方ないんで、ちょっと成長はしてるとは思うんですが。やっぱ、原点は。ぎょえですね。なるほどね。うん。いや、でも、本当、最初の頃。ギターを弾くのと。 声を発すするののっって一緒のタイミングしかかでできなかったですもんね,しやね歌い始めた時は最初は、うん、ギョエーで,で2回目は <laughs> ギョエー <laughs> ぐらいしかできなかったですああそうですね、はい、<laughs> ありがとうございますじゃあその佐藤さんに伺えればと思うんですけどらしさであるとかそういったくるりらしさみたいなのは本当にやっぱりこう長いことバンドをやらさせていただいていろんならしさはあるとは思うんですけど その原点というかということで言えばやっぱりその学生の頃に組んでたバンドなんだっていうのがあってなんだろう「明日ライブだ」っつってもライブの曲の練習するんじゃなくてなんかパッと思い浮かんだもんとかガチャガチャ3人で合わせてる間に曲ができていったりとかじゃあもうそれを明日のライブでやっちゃおうぜみたいな歌詞もないけどみたいななんかそういうね あの今だったら例えばお金を取ってライブハウスでお客さんのいる前で適当英語で歌うっていうのはめちゃめちゃ失礼なことやと思うんですけどそういう遊びから生まれたもんであったりとか自分たちが楽しいと思ってやってることで生まれたことがすごい正義やったというかなんかそんな感覚っていうのはあって学生のりって言われたら怒られちゃうかもしれないんですけどなんか自分たちが一番楽しいと思ってやってるっていうのがなんか。 今回はできたんじゃなないのかなっていうふうにも思いますし久しぶりにそういうなんか作り方をしたっていうのも過去の自分たちのそういったなんだ曲の作り方の一つであって最近そういうのをあまりしてなかったので久しぶりにやりたいなっていうところでもあったりしたので。 なんか今回この映画っていう機会もあってそういうことができたっていうのをなんだ嬉しくも思ってます。うん、ありがとうございます。あの今、えー、岸田さん、佐藤さんがお話しいただいたものをこう考えながら作品見るとあこういうことねっていうのは多分すごくよくわかる内容になっていると思いますが、えー、じゃあ森さんも伺ってよろしいですか？はい、同じ質問で。はい、えー、っとそうですね。あのまあやっぱり学生の頃が原点ということになるんですけど、その 学生の時にこうやり残してたことじゃないですけどなんかあの時やろうと思ってたけどその時の,あのまあ腕前であったりとかイマジネーションではなかなか曲にならへんかったところが今回ちゃんと曲になってたりとかまあそういうなんかこう過程が全部この映画にいろいろ入ってますのでえなんか楽しみに見ていただけたらと思います。 続いて監督にお伺いできればと思うんですけど、まあ、今回そのドキュメンタリーを撮影する過程で見えてきたくるりの魅力等々伺ってよろしいですかあ、はいね、さっきあの食事のことばっかりおっしゃられてたので食事への期待がすごく皆さん高まってらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、ね、<laughs> そこまでそんなに、ね、<laughs> 食事ばっかりしてるわけじゃなくてやっぱり基本は音楽をなさってたわけですね。ですごくあの 楽しくこのね今の会話でもわかるんですけど楽しく皆さん本当にずっとあの密着させてい,ただいていただいてた間楽しく作っておられたのでまあ素晴らしいことだなと思いましたしあとあのやっぱり音楽への愛情あの音楽第一主義っていうんですかねとにかく音楽が大事っていう姿勢とかが本当に僕も胸を打たれるところがありましたのでまあねそんなところ皆さんも なんでクルリーが私たちは好きだったのかなというのがもう一回再確認していただけるような内容になっているんじゃないかなと思いますのでねちょっとゆっくりご覧いただければと思いますけど、はい。ありがととうございまますじゃあちょっと、えーま、だ いろいろと伺えるそうなので、えー、伺えればと思うんですけど、まあ、映画の中でもねあの東京であるとかバラの花であるとかといった、えー、名曲の数々のタイトルが出てきますけれども、まあ、例えば東京やバラの花、えー、過去に作られた素晴らしい作品群について、えー、皆さんが今どういう思いを持たれているのか伺えればと思うんですが、えー、岸田さんいかかがですか東京とバラの花ですか。 くるり大体全部でですね200何十曲300曲近くの曲を今まで、まあ、リリースというかね、えー、皆さんがお聴きできる、えー、お聴きいただける曲があると思うんですけど、まあ、それ以外にもこう作ったけど録音してないとかそういう曲もまあいっぱいあってでその作った曲の中ではもう本当にこの「 どどの曲がううっていまあ私が作った曲も佐藤さんが作った曲もあるんですけどあんまりこうどの曲がどうっていうのはそんなにないんですけど改めてこの3人でえまあなんていうんですかねソングライティングしてえレコーディングスタジオに入ってやってるときにうんその同窓会じゃないえことをやろうと。 あのまあ、新しいものを作りましょうって、まあ、さっきもっくんが言ってましたけど、えー、っと学生時代にまあやり残したこと俺ら3人でやってきたけどやりたかったけど、まあ、やらへんかったことをやりましょうみたいな話をねしてくれましたけどその新しいことをやるっていう時に何、うん、て言うかなやっぱり役に立ったことっていうのはそのこの3人だけでやってた時。 でここからまあ人が増えて減って<笑><笑>まあそういう紆余曲折があるんですけどもあのやっぱりこの3人の形がまあ基本の形だったんでこの基本の形で作った楽曲いろんな曲があるんですけどそのまあ東京とかバラの花とかまあ皆さんにえすごく長い間ですね愛していただけてる曲をあ俺ら作ったんやなみたいな。 ちょっと誇らしい気持ちみたいなのが、えー、なんていうかなちょっと安心感になったっていうか「あのあ、俺らあれ作ってんな」みたいな、まあ、そういうのがある曲みたいな感じですかね。3、はい、人だけで作ったんで。<laughs> そうですね。なんかえの映画の中でもね、この東京の歌詞について今一度振り返るみたいなシーンもねあったりしますね。ありがとうございます。じゃあ佐藤さんからも伺ってよろしいですか。はい。えー、なんつうのかな。自分たちがアルバムを作ってリリースしてしまえば、その先ってどういうふうに聞かれてるのかってあんまわかんないじゃないですか。そのツアーをやって、その聞いてくださってるお客さんの前で。 ライブをやってその感触であったりとかどういう顔して聴いてはるとかなんかそういうことを見ることはできるんですけどその皆さんの生活の中でどうその曲たちがあるのかっていうのはまあ見えないんですよねでもやっぱりそのと特に「東京」っていう曲であれば2週間前に鬼の取材祭りがずっとあったんですけど。 もう1日34本をずっとやるみたいなその中のカメラマンさんも「なんだいや僕東京聞きながら上京しました」とか結構本当そういうエピソードをなんかこっちに話していただけるというかなんだろうそれって多分その方がお,おじいちゃんになったりとかその方の息子さん娘さんとかがなんか聞き継いでくれはるような感じがするんですよね。なんか そう言ってもらえたなんか最初の曲でもありますし「バラの花」にしてもなんだろう今日天気悪いなと思って車乗ってたらラジオ局の人がかけてくれてたりとかなんかそういうふうにもちろん東京が出たのが98年でもうすぐ25年ジャスト経つんですけど四半世紀経ってからそういうお話を聞ける曲に対してのエピソードっていうのをこっち側が知れるっていうのは。 ものすごくやっててありがたいことだなぁと思いますしそういう曲がもっと続いていけばいいなぁとも思いますし今回のアルバムで皆さんの中で新しくそういう曲ができたらいいなぁとも思っておりますありがとうございますじゃあ堀さんからも伺ってよろしいでしょうか、はい、えっ、ー、とこれはもう本当に僕の,あの思いっていうか僕のあ思ってることなんですけどあの 東京っていう曲は僕はすごく衝動的な曲というかその初期衝動っていうかその作った時のなんかダイレクトな感じがすごく詰まってる特にもしもしのバージョンとかはそうなんですけど「あのバラの花」についてはもちろん同じいい曲なんですけどちょっと僕の中では真逆の感じというかすごく構築して作ったすごい構築美みたいなところがあってだから 2曲もちろんあの代表的なって言われるんですけどやっぱちょっと違うというかだけどなんか今回のレコーディングっていうのはなんかその辺をつなぐものというかその両方が結構合わさってできてるような感じが多くて、あのー、まあ大人になったんかなとか分 <laughs> かんないですけどあの、まあ、そういうなんかあの作ってる時の感じとかもあの見れるので、まあ、皆さん いいろいろ感じてもららえたらと、はい、思いまゃあちょっとあの今お話に上がったその新曲アルバム内の新曲についても伺えればと思うんですが、まあ、例えば「in your life」であったり「カリフォルニアココナッツ」であったりとうとう何か込められている思いであったりエピソードだったり伺えればと思うんですけれどもじゃあ,まあこちらも岸田さんからまず伺ってよろしいですか 俺からいや,いやななんか <laughs> なんかあの全然クロストークにしていただいても一応台本に従ってあのごめんなさいなんか全く問題ないですあの楽しいのが一番なのでのどうしようかなと思ってあのそうなんですよ昨日の晩考えてたんけど偉いですねいやもう台本読んで,で <laughs> 読むタイプ読むよ本当一応読むけどあ,あ,あの僕ほんまライブで緊張しないんですけど。うん これは、<laughs> もう、手やばいぜ。手やばいよ。本当に。びっちょびちょやで、浮気やせえらいことになってるの、今。<laughs> 熱いもん。熱い。あ、すみません。すいませんね。はい。新曲ね。あの、イーユアライフとカリフォルニアココナッツ。<laughs> はい、そうですね。あの、アルバムは十三曲のその新曲を作ったんですけど。そう、昨日も考えてて。あの、新しく作った曲ってね。 作っった本人全然わかってないんですよでもちろんそのインタビュー受けたりとかそのするから「あのいやこの曲、まあ、こういうふうにして作って」とかで例えば具体的な何て言うかな、まあ、こういうギター弾きましたとか、えーっとまあ、歌詞書くときにこういうふうな言葉使おうと思って使いましたとか具体的なことは。 あのお話しできるんですけどこの曲がどういう思いで作ったかとかあるいはこの曲が何て言うかな自分にとって何かっていうのって全然なくてなんか生まれたてピチピチみたいな感じやからそのね そう全然関係ないエピソードにちょ,ちょっと飛ぶんですけどはい、はい、さっきの「東京」とかで言うと僕そのさ,さっきねもっくんが言うてたその衝動的な曲、うん、これ言い換えると適当に作った曲ってことなんですよ <laughs> すっごい適当やったんですあの本当に映画見てもらえればちょっと感じてもらえることかもしれんけどちゃんと作ってないんですバラの花はちゃんと作った <laughs> まあまあちゃんと作ったのうん、うん、ででもちゃんと作ったもんがええもんかどうかっていうのは分からへんくてその衝動的にやってしまったことでもまあいいことってあるわけじゃないですか、うんうん、ならねあの何、ー、の話してたもうめっちゃ緊張してるえー、っと「EUALIFE <laughs>」と、ね「カリフォルニア」「ココフォカリフォルニア」そうです「そうでしたそうでしたあのねえー、っとそのしそう東京をね 適当に作ったから僕まあ作者ですけどあんま好きやなかったんです東京という曲が。今でもライブで演奏するとなんていうのかなちょっと凸凹してる、出来があんま良くないからちょっと苦労するんですよ。でもみんな好きやしやしるわけって思ってたんですけどあ,のある日ねこれもよそで話したことあるかもしれへんけど、あ。のー もうだいぶ前ですけど新幹線で僕、はいうん、んその時はね東京に住んでたのねはい、はい、今京都なんですけど京都で仕事して東京に東京に戻る時に僕一人でめっちゃ疲れててはい、はい、でなんかすんごい嫌な感じやったのよ俺分かると思うけど <laughs> でなんかこう品川駅のとこで。 なんか誰かがねその俺東京駅で降りる品川駅で行さん降りはるやん <はい S 2> で品川駅着いた時に俺の出してたテーブル新幹線のテーブルになんか手くちゃくちゃって丸めた手紙みたいなんポーンと誰かが置かはってんか <はい S 2> でスーツケースもっりでいかはっては <い S 2> でなんかああって思ってでも開けて読んだらその狂いが。 京都のまあタクタクっていうライブハウスでえっと新曲やりますでて東京っていうのをやった日のライブに行きましたとで私は京都のえその時京都に住んでて一緒にライブ行ってしあじゃあライブ会場で知り合った人と結婚して。 今上京すするんでみたいなドラマやろドラマみたいなでその俺はちょっとだけ「あっ曲書いてよかったな」その時思ってそれでもまだ分からへんけど新曲のことなんて分かるはずない多分多分皆さんが多分これから聴いていただく皆さんが育ててくれるもの っていうかなんかごめんなさい、質問全然答えられてない,ないやあのとばっちりです、ここから今、ゼロベースでね、皆さんが聞いて育っていくと、そうです、またあの25年経った時にひょっとしたら、岸田さんが何かまた話せるかもしれないそうでカ、はい、リフォルニアとかに向かう飛行機で。<laughs> <laughs> あの <laughs> <laughs> ということで、<laughs> はい、すみません、今、ちらっとお話しした、えー、くるり結成から27年、デビューから、えー、25年を迎ええー、そしてそんな節目にです、ね、初の映画、くるりの映画が完成したということで、えー、この度はおめでとうございますということで、えー、当時作ったバラの花にちなみに、えー、お祝いのお花を監督から皆さんへお渡しするというコーナーがございます。一本ずつ 1> <laughs> 1本 <laughs> ません僕で <laughs> あ,ありがとうございます。すいませんありがとうございます。ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。あの監督お気持ちいかがですか今のいやこれ本当申し訳ないなと思ってねなんかねさっきも言ってたんですけどレースクイーンみたいな。 方がね渡した方がいいんじゃないかなと思いましたけど、本当花がなくてすいませんでした。<laughs> 何を <laughs> おっしゃいますやら <laughs> 上手にすみません。ありがとうございます。ありがとうございます。えでもおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いますはい。 じゃあですね、えー、まあ最後にまあアルバム制作くるりの映画の撮影をオリジナルメンバー3人で迎えられることになりましたが、えー、改めて一言ずつお気持ちを伺えればと思うんですが、えー、岸田さんよろしいでしょうか。はい、私からですか。はい、<laughs> はい。えー、っとありがとうございます。すみませんなんかもうあのえー、っとそうですね。まあ映画に僕たちその 役者さんとして、えー、と出演したわけではないので、えー、ドキュメンタリーをま撮っていただいたって感じで特段僕らが何かをしたかっていうと、えー、ただ曲を作ってレコーディングをしていただけなんですがそれを切り取っていただいて、えー、映画を作っていただいてどういう感じなんかなと思って見たんですけど。あの 僕は本当に、えーっとうん、佐渡監督とお仕事ができてよかったなと、えー、心から思いましたすごいいい映画になっているので、えー、皆さんも楽しんでくださいはいじゃあ、えー、続きまして、えー、佐藤さんからも伺ってよろしいでしょうかはいええー まあこの3人でバンドを始めまして20代には一度ね森さんと離れるっていうこともあったんですけど30代ぐらいでちょこちょこライブ一緒にやりだして40代で映画になったかっていうのがね音楽を続けてるといろんなことがあるなっていうのが本当にお互いみんなね続けててよかったねって思えるような映画にもなってると思いますんででもあと本当その曲が生まれる瞬間とかそれがどう育つかとかっていうのを。 あの皆さんに見てもらえるっていうのは本当に自分たちにとっても嬉しいことなのでえこの後にはなりますが楽しみにしてみてください。ありがとうございます。はい、えー、じゃあ森さんからも伺ってよろしいでしょうか。はい。えー、そうですね。そのさっき佐藤君が今言ってたように僕もえ途中で一度あのやめてるんですけどもまたこうして戻ってきてまあこんなね大勢の皆さんにその。 レコーディングしてててるる風景をこう見てもらえるとかっていうのは本当にちょっとあの僕が一番びっくりしてるというかもう本当にあの信じられないことなんですけどもあのなんかなんていうかその皆さんが期待してるような内容になっているかどうかというのはちょっと分かんないんですけど本当になんかあの何一つギミックない。 と思っていて、その映画の本当に映っているものっていうのは、その本当に思った起こった全て真実っていうか本当にリアルな感じであの描かれていると思うので、えー、そういう雰囲気で <laughs> 見ていただけたらなと、はい思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。 はいええー、すいません終了になりますえー皆さんありがとうございましたえーこれにてフォトセッションを終了させていただきますはいということでえー本日のゲストえー岸田茂さんえー、佐藤さんえー、森さんえーそして佐藤監督でしたえー今日は本当にありがとうございました